雲の間から青空も覗いています。そよ風が吹いておりまして心地よく感じます。東京北区西ヶ丘にあります国立西ヶ丘サッカー場です。18歳以下ユース年代のサッカー、高校とクラブチームが一つになって行います第1回の全日本ユースサッカー選手権大会の決勝戦を迎えています。今日は解説に前の古川電工サッカー部監督の清雲英純さん、リポーター秋山博史アナウンサー、実況和田でお伝えしてまいります。去年のプレ大会を制して、そして8月高校総体優勝しました静岡の清水市立商業、そして過去高校選手権優勝2回を誇ります伝統校の習志野高校が初代のこの大会のチャンピオンを目指す決勝戦であります。さあ、それでは早速これまでの両チームの戦績をご紹介しましょう。まず清水商業です。8月の31日の1回戦で山口高校と対戦しまして2対1、準々決勝で9月1日に行われましたが大阪の畑野 FC と対戦しまして10対0、前半後半52本のシュートを集めました。そして昨日国見高校との試合、強豪国見との対戦は5対3、点の取り合いは清水商業が制しています。一方の習志野高校のこれまでの戦績です。1回戦は京都の山城高校に2対1、準々決勝鹿児島実業を対戦しまして2対1といずれも逆転が、そして昨日の準決勝愛知高校と対戦しまして前半後半ともにコーナーキックからの得点で2点を取りまして愛知高校を下しております。さあ、拍手が大きくなりました。西ヶ丘競技場、両チームの選手が出てきました。今日はレフェリーが菊池さん、そしてラインズマン伊崎さんと斉藤さん、この3人でジャッジが行われます。この全日本ユースサッカーは45分ハーフで行われます。清雲さん、はい。今年の高校総体、2連覇達成しましたその清水商業、はい。非常にその多彩な攻めを見せるですね、チーム、そしてこの清水商業に対して習志野高校が果たしてどんなその守りをしていくのかというところがですね、一つの見どころになるかと思うんですけれども。そうですね、やはり清水の場合は多彩な攻撃を持ってますので、どれぐらい習志野がこう抑えられてですね、抑えてですね、やはりその抑えたうちのカウンターをですね、何本こうチャンスに結びつけていくかというところに今日の試合の興味はありますね。はい。で、今コイントスを行っておりますが、今左側画面消えてしまいましたが、背番号10番の清水商業のウィングの山田を中心とするですね、そうですね、このフォワード陣のその分厚い攻撃というものですね、これをとにかく習志野としてはとにかく抑えて、そうですね、特に山田君がですね、相当このシリーズもそうですけども暴れまくってますんで、どれぐらいこう抑えられるかというところでしょうね。そうですね、習志野高校の方、こちらが、マリンブルーのユニフォーム、清水のその港町清水にありますその清水市立商業ですけれども、とにかくこの清水市立商業は去年は正月の選手権、そして、チームは違いますが夏の高校総体、3年生が卒業するということですね、はい。そして、8月に行われましたプレ全日本ユースでも優勝、今年は、高校総体も優勝で、もし今日勝ちますと、3大タイトル2年間で5回取るということになるわけですが、さあ、サイドが決まりまして、その前半は、ブルーのユニフォームの清水商業が左から右、そして赤と白の縦縞のユニフォーム、こちら千葉の習志野高校のキックオフで試合が始まりました。まず清水陣内深く詰め込んでいきました。しかし笛が鳴りまして清水商業ボールのフリーキックになります。さあ、それでは清水市立商業のスターティングメンバーをご紹介しましょう。ゴールキーパーが大石、そしてディフェンダーが2番の立川、3番の望月親幸、そして13番の鈴木弘和はミドフィールダー、5番の大岩がサイドバックです。そして6番ミドフィールダー望月重義、そして7番が七海、8番がセンターフォワードの高尾、9番が左ウィングの梅原、10番が山田、そして15番ストッパーに西ヶ谷であります。続いて習志野高校のスターティングメンバーをご紹介しましょう。
ゴールキーパーが竹内、そして2番左サイドバック加藤、3番がストッパーの斉藤、4番が右サイドバックの河合、5番がスイーパーの小西、ミドフィールダーが6番佐藤、7番が森田、8番杉田、10番ゲームメーカーの中村、そしてフォワード中村、10番の中村、9番が新明です。11番が飯島ということです。まあ、新明と飯島の2人が2トップという形になります。習志野高校ですが、さあ習志野高校が相手ゴール前でチャンスを迎えようとしていますが、シュート打ったか、出します。さあ右サイドから上げる、センタリングはコーナーに変わります。習志野高校がまずコーナーキックを得ました。さあ横野さん、はい、とにかく習志野高校、まあ、どちらのチームにとってもですね、はい、選手権欲しいわけですけれども、特にその習志野高校は選手権欲しいでしょうね。そうですね、それ今ちょうどそのチャンスが巡ってきました、はい、やはり習志野としては先に取られたらですね、相当きつい勝負になってくると思うんです、ね、なるほど。さあ最初のセットプレー、昨日は2本ともコーナーキックから取っています。7番の森田が蹴ります。さあ低いボールでいった、山田が取ります。10番の山田、新商業、そして前線に梅原がいますが、しかしさあ中盤でのボールの奪い合いになります。望月重義から5番の大岩、さあ今ボールを持っているのが山田、まあ、山田は横野さん、はい、この選手ですけれども、ユースの代表候補、そしてバルセロナのオリンピックの候補にも選ばれておりますが、そうなんですね、やはり1年の時からですね、素晴らしいプレーはしてましたけど、はい、ここ1年、2年、3年とですね、徐々に力をつけていってますね、はい。まあ、8月の全国高校総体ではこの、山田が1回戦の京都の山城高校戦で負傷しましてですね、その後決勝まで出られなかったんですが、はい、それでも決勝まで勝ち上がりまして、最後決勝点にこの山田のアシストで勝っているんです、はい。まあ、とにかくこの山田が抜きではちょっと今清水商業を語れないぐらいですね、はい、攻撃の中心という形になってますが、さあ7番の七海、習志野にボールが返ります。立ち上がり、これまでの両チームの動き、清水さんいかがですか。私は習志野の方がちょっといいという感じを受けますけど、10番の中村がボールを持っていますが、この中村が一つの習志野高校の今日は鍵を握っていくという。そうなんですね、はい、彼を使ってですね、トップのやはり2人ですね、新明君と飯島君を走らせるという攻撃がやはり習志野の狙いでしょうけど、はい、今のは11番の飯島からのボール、新明に上がりましたがキーパー出ています。まあ、昨日のゲームではその、本田監督もおっしゃってましたが、その中村がですね、ちょっと気負いすぎもあったんでしょうかということなんですが、まあ、本来の正確なパスというのが十分出せなかったと言ってましたね。そうですね、はい、やはり彼はやはりキラーパスといってですね、相手をえぐるようなパスをですね、もともとも出す選手なんですけど、はい、昨日は、まあ、全然ではなかったと思いますけど、やはり少なかったというところでしょう。さあその中村のところにボールが来ます。習志野高校です。10番の中村がボールを持っています。前線には9番の新明、飯島といます。まあ、試合前、清水市立商業の大滝監督に伺ったんですが、とにかく決勝戦というのはもうやってみなければですね、分からないんだということでですね、そうなんですね、どんだけ実力の差があると言われてもですね、やはりこの決勝戦というのは独特の雰囲気があってですね、はい、なかなかこの上昇チームはいつも勝てるというような、はい、ことも言えないんですよね。そして、まあ、攻撃力の点では清水市立商業、まずその断然という感じもあるんですが、ディフェンス面ではですね、はい、まあ、本来のストッパーの宮部が、まあ、故障と、それから、まあ、昨日フル出場した、今日も出ていますが3番の望月近幸も、腰の筋を痛めているということで、はい、そのディフェンス力の点でちょっと不安も大滝監督感じてらっしゃるようでしたね。そうですね、その分やはり攻撃でですね補ってますので、はい、さあゴール前、他校のシュートはダメ、コーナーになりまして7番の七海が蹴ります。清水商業、習志野はですね、はい、ここで気をつけないとですね、はい、いけないと思います。さあ山田、山田来てかわした、上げて
し、梅原が行きました。山田からのセンタリング、しかし今外しましたけれども、このセンタリング、はい、こうしてかわして、どうでしょう。そうですね、はい、今は、まあ、狙ったところとはちょっとずれてますけど、はい、まあ、あそこでこうかわしてあげれるというね、技術は相当高いレベルでないとできないと思いますね、はい、まず前半6分過ぎに西口商業得点のチャンスがありましたが、得点がならず、さあ前線出します。11番の飯島、大岩が取ります。球威には新苗が待っています。さあ大岩が一人で持っていきます。七海、梅原、中央にタコがいます。梅原がちょっと倒れました。ボールを持って、そして突破を狙いました梅原ですが、ちょっとここで倒れました。一旦ディフェンスにボールを返します清水商業です。まあ、立ち上がりから清久保さん、はい、習志野高校がやや運いい動きを見せていたんですが、はい、その後どうでしょうか。先ほどの得点のチャンスなどがありまして、多少こう変わってくるかどうかなんですか ね、 そうですね。こちらは先ほど転倒しました梅原です。ちょっとその清水もこれではいけないという感じで無理出してきます、こちらがベンチ、大滝監督、ちょっと心配そうな表情ですが、もう清水商業を率いまして16年目になります。その間高校選手権で昭和61年と平成1年優勝、そして高校総体は去年今年と2連覇を達成しております。その梅原はプレーに戻りました。重吉から左に出します。梅原、さあ左から、さあ先端のタコ、タコが行きますがクリア。さあ七海が行く、そしてタコがいる、山田もいます。さあその山田、飯島から中村、逆サイドに振ります。さあ9番の梅原、そしてゴール前にタコが上がっていきます。さあ山田、左ウィングの山田、さあ梅原にシュートは打たせません。横間さん、はい、前半10分過ぎましたが、徐々に清水市立商業がいい形で作ってくるようになってきました。そうですね、それでもまあ習志野粘ってますからね、そうですね、はい、はい、さあ前線に出せるか、今の狙い目でしょうね、習志野としたら、はい、取った後一発ですね、裏に、はい、さあ左サイドから山田が行きます。上げて右に梅原、さあゴールが出した、七海クリアします。鈴木が行きましたがタッチに逃れました。こちらが習志野高校の本田雄一郎監督です。就任して4年になります。今年去年と全国高校総体に出場しています。この本田雄一郎監督に代わって習志野高校がまたさあチャンスを迎えた。清水チャンスですが梅原の
高すぎました。合いませんでした。センタリングが高すぎてしまいました。清水商業9番の梅原が行きます。ゴール前にタコ、ゴールの右に山田です。さあ七海、展開して さあ習志野、新苗が行きます。突破を狙いますがフリーキック、習志野高校この位置からのフリーキックを得ました。前半12分過ぎ、さあここはチャンスですね。そうですね、やはりこのセットプレーをやはりものにしたらですね、はい、相当また習志野の自信をつけると思うんですね、はい、チームとしての自信をつけて。ゴール前に11番の飯島、そして10番の中村といます。さあ上げて、その中村に合わせた、惜しい。この10番の中村、スイッチして、そしてその中村に合わせようというところですが、惜しかったですね。そうですね、ちょっと高すぎた感じがしましたね、はい、しかしよく競りましたね今の、はい、この10番の習志野高校としては中村がどういうその今日はコントロールタワーといいますか、ゲームメーカーとしてのその役割を果たせるかというところが一つのチームとしてのポイントでもありますが、飯島から一旦後ろに返します。習志野高校、川井から佐藤へ、そしてストッパーの斉藤、さあ杉田から新野へのパス通りません。さあ新商業6番の望月、もう一度望月、そして右に送って山田、さあ山田ここからどう攻めるか、1人かわした、ゴール前に七海が行く、さあその逆サイドに出した、ヘディングでクリアする。まだ新津商業チャンスが続きます。鈴木からのボール、七海、まあ、清水商業の場合には清久保さん、はい、得点のそのいろんなそのパターンというのが非常に多彩ですからね。そうですね、どこでも攻撃ができるという、ところですね、特にその山田君ばっかり注目してますけど、7番の七海君あたりもですね、相当注目していい選手だと思いますね、この人もユースの代表候補であります、この七海。この七海選手の良さといいますと、そのパスのセンス。そうですね、はい、やはりあの習志野の10番の中村君と同じようなですね、はいはい、あの仕事を今してると思うんですけど、かなりあの決定的なボールを出してると思うんですよね、はい、このチーム。さあ習志野右から上がって、さあ飯島、しかしオフサイド。前半まもなく15分になろうとしています。第1回の全日本ユースサッカー選手権大会決勝戦を迎えています。さあ13番の鈴木から、習志野ボールになります。あっとしかし山田よくカットしました。七海、そして山田がゴール前に上がる。さあ加工が突破を狙いますが、習志野のディフェンスも清久保さんいいですね。そうですね、やはり粘って粘って、はい、随分あのピンチを防いでます。7番の七海がまたゲームを組み立てていきますが、他校へのパスは通らず、そして逆に習志野がボールを取りました。飯島、さあ大きい逆サイドに振って、そこに待っているのがこの山田、スローインです。
習志野の選手はですね、もう完全にその攻められることをもう自分らは分かっててですね、その覚悟でやってますね。あ、なるほど。ですから攻めてますけど、清水の方は、このままだとやはりチャンスはそう出てこないと思うんですね。なるほどね。さあ山田がドリブルで突破狙いますが、あっとしかしフリーキック、清水チャンス。山田が今ちょっと足首のあたり抑えましたが、さあ清水前半の間もなく17分になろうというところ、チャンスは七海から出た。さあシュートは、七海シュート、あーっとちょっと高すぎた。さあ素晴らしい、やはりセンスと言いますかね。そうですね、やはり今日は山田君をみんな注目していると思いますけど、やはり彼をですね、はい、注目してみたいですね。さあここからこれゴール左隅のね、バーすれすれ狙ったんですが、前半17分終わっています。まだ得点がありません。第1回の今年から正式な大会として発足しました全日本のユースサッカーの選手権大会、まあ、16チームが参加して行われてまいりましたが、決勝戦に勝ち進んだのが静岡の清水市立商業と千葉の市立習志野高校。さあ習志野2番の加藤、ここまで上がってきています。10番の中村が持った。さあ中村1人抜いた。さあ清水商業がまた相手陣内に入っていきます。山田が上がる、そして梅原のパスが通らない。さあ右のサイドには山田がいます。梅原が左サイド、さあゴール前にタコが上がっていったが、やはり必要にこう、そうですね、いろいろな攻めを見せるんですが、しっかり変えますね、早く。こちらストッパーの斉藤、行きますが、さあ習志野インターセプトしました。飯島が追って走る。そして中央には新明がいます。さあ新明センタリング、まあ、少ないチャンスかもしれませんけどね、今みたいなやはり形を作れるというのはチームの力がまだ相当あるということですね。はい、まあ、とにかく清水市立商業が攻めに回るというケースが多いだけにですね、そうですね、はい、チャンスとしては少なくなりますが、さあ逆サイドに出しました、上げました、シュート。さあ新明は打てるか、清水商業のキーパー大石です。前半20分が過ぎました、まだ得点がありません。山田ドリブル、この辺はうまい、しかし倒された七海。さあシュート打った、これは大きすぎました。鈴木、昨日2対2に追いつかれた後、国高校戦で勝ち越しのヘディングシュートを決めているこの鈴木、見てみましょう、こうして出て、あ、そうですね、今のシュートなんかは良かったと思いますね、はい、やはりあの習志野のディフェンスラインを上げないとですね、どうしてもあの守りに入っちゃいますから、今シュートを打つということでですね、なるほどね、はい、相手のラインを上げてですね、裏をつけるという次のチャンスにこう伏線としての今のシュートは良かったと思います。習志野がこう下がってね、はいはい、ラインを引いていますが、
さあ加藤からのパス、飯島、11番の飯島、さあゴール前に9番の新名も上がりますが、さあ習志野高校はこの11番の飯島のスローインで再開、飯島がかわします、さあセンタリング、シュートを打った、キーパー止めています、杉田のシュート、これで習志野高校のシュート数が3本目、清水商業はまだ清水商業も3本、両チームともに3本ずつのシュート、この辺は清水さん、はい、習志野高校も序盤非常に優遇を見せていますし、まず互角の立ち上がりという感じでしょうか。そうですね、習志野の方が僕はいいと思うんですね、むしろ習志野の方が、はい、そうですか、はい、さあ飯島が壊していく、さあ中央に行く、さあ新名が行く、惜しい、さあ習志野高校10番のゲームメーカーの中村が持ってまた上がっていきます、清水商業13番の鈴木、左に振って梅原、望月重吉、山田から斉藤、さあまた清水商業チャンス、山田さあ上げた、逆サイドヘディング上げて、今奈良美が行きましたがよく抑えました、逃れました、さあ中村からのパス、新名が行く、右サイド、清水ボール、加藤君が随分頑張ってますね、はい、山本に対して2番の加藤ですね、はい、今日試合前には、まあ、その山田のマークにつけてみますというふうにですね、はい、本田監督おっしゃってましたね、伸び伸びやってますんでね、はい、彼は、まあ、昨日の国見高校戦ではマークも外してもう伸び伸びとほとんどフリーのように見えるぐらいそのよく動いていました山田ですが、さあ加藤がスローインです、さあ6番の望月茂吉、ゴール前にタコがいます、しかし非常に今日は習志野高校もよくボールを取ってますね、そうなんですね、はい、それでなおかつその攻撃に結びつけてますからね、取ったボールを、はい、昨日と全然こうチームが違うという気がしますけど、昨日はとにかくそのなかなか、さあチャンスになりました清水商業、山田に言いました、ゴール前にタコ、さあかわして山田シュート、左足のシュート、山田もう一回かわしてシュート、ダメ、ゴール右隅を狙いました山田、まあ、今なんかさすがというところでしょうけど、こうしてそのドリブルで持ってそのかわす、そうですね、ここでシュートを打てるっていうのが、ね、はい、大したものだと思うんですね、
昨日も右の隅のところに、非常に難しい体勢からね、そうですね、低いもうちょっと角度がなかったんですよね、はい、入れましたね、はい、昨日の5点目は山田が叩いていますが、まあ、山田はあの高校総体で右足の太もものところを、痛めましてですね、はい、でまだあの8割ぐらいの回復度だということなんですけれども、針を打って、まあ、この大会参加しています。まあ、したがって本来利き足の右足よりも左足の方がですね、そうですね、はい、多くなります。両足使いますから、はい、習志野高校10番の中村、さあその中村が上がっていきます。飯島、そして右に沢井がオーバーラップ。さあ10番の中村、ゴール前に新名飯島と行きましたがダメ、しかしスローインです。今の攻撃非常にうまく、そのそうなんですね、あの中盤ダイレクトが入ってですね、はいはい、やはり相手の裏へこうボールが流れていくようなプレー、昨日の習志野には一度もこういう場面がなかったんですよ ね、はい、さあゴール前に上げます。新名、さあもう一度からのセンタリングを狙います。さあ13の飯島がいますが、しかし笛、習志野にフリーキックが与えられます。習志野高校チャンスを迎えました。さあこの位置からのフリーキック、これは10番の中村君でしょうね、はい、2番の加藤、そして10番の中村がいます。ここで1点取っておきたいところですね、はい、習志野としては。ゴールの後ろに新名、さあその新名のところに来ました加藤、しかしピンチに逃れました清水商業。さあここからカウンターに出たいところですが、スローイン変わります。まあ、セットプレーから今日はあの本当に気をつけなくちゃいけないんだというふうにね、はい、清水商業言ってましたが、さあ笹川からのボール、山田が上げます。そして高尾が行きますが、ちょっとフォローが遅い。まあ、今日の全日本ユースサッカーの選手権大会の決勝、まあ、清久保さん、はい、習志野が前線と、そうですね、大前線、そうですね、はい、昨日ゲームを見たらこれは、今日のゲームは信じられない、見違えるように動きを見せていますね、さあ中村から、さあ新名に行った、キーパー大石出ました。もともと習志野にこのぐらいの力が あったと思うんですよね。あーはーはーはー、それを今まで引き出してなかったというとこかもしれませんけど、加藤を逃れました。スローイン習志野高校です。習志野の方がのんびりこうやってる、のびのびやってると、のびのびとね、まあ、本田先生ものびのびやらすというようなこと言ってましたけど、まさしく、はい、その通りの戦い、試合前にはあのそういう戦いぶりをいつもしたいんだけれども、試合になるといざという時にはなかなか慣れないんですよねと言っていましたが、今日は本当に伸び伸びとね、はいはい、さあ前半開始30分、残り15分になりました。シュート数これまでに清水商業が5本、習志野高校3本、2本シュートの数では清水商業が上回っていますが、習志野高校立ち上がりから非常にいい動きを見せております。
だ両チームに得点がありません。前半31分を過ぎています。45分ハーフで戦います全日本ユースサッカーの決勝戦です。森田からのスローイン、佐藤から逆サイドに出します。習志野高校右から左に攻める赤と白のユニフォームが習志野高校です。ちょっとこう清水らしくないというか、ボールに対するですね、やはり執着心がなくなってますね。まあ、大滝先生も随分こう大きな声出てますけど、ベンチでね、はい、やはり一番まずい試合をやってるっていうような気がしますね。さあ山田から七海、ゴール前に加藤、そして上原、加藤に押したヘディングシュート、ダメ、残念、加藤。さあ久々に清翔の攻めが見られました。七番の七海からいいボールが上がりましたけどね。そうですね、はい、これはやはり決めておかないとまた苦しむ、ということになると思いますけど、まあ、こうしたチャンスを何度かその前半にもありましたが逃して、そして習志野にも ね、いい形を作られてしまいます。今日の清水商業です。まあ、前半これまでのところ清水商業もちょっとこう攻め上げる場面もですね、はい、随所に見られるんですが、その辺その、まあ、習志野高校の固い守りから、そして数少ないチャンスで積極的な攻めを見せていると。そうなんですね、はい、粘り強く守ってですね、習志野の場合はですね、それはやはり攻撃に結びつけられるので、まだ力を残してますね、このチームは、はい、もっと自信を持ってやればですね、清水と対等にできると思いますけど。さあ七海のシュート、さあこぼれ球、タコハンティング、よくございました。習志野高校キーパーの竹内、清水商業の大滝監督の表情が映りましたが、今ナイスキーパーですね、はい、ここから七海のシュート、すごいシュートでしたね、このシュートも。そしてその後のね、そうですね、リバウンドすぐ反応してますから、キーパーも、はい、キーパーの反応が非常に良かった習志野高校。さあコーナーキック、しかし清水商業がコーナーキックを得ます。さあ七海が蹴ってヘディングでかわします。さあここから早い攻撃に出たい習志野、飯島前線に出しますが、9番新苗が上がっていきますが、清水ボールになります。習志野高校4番の河合、加藤へのパス、山田が取りに行きます。山田君のいいところですね、攻撃もありますけど、今みたいにですね、ディフェンスもしてくるというところですね。なかなか高校生のレベルではですね、ああいうことがどっちかはそう優れてるという選手多いんですけど、両方こうできるというところにやはり山田君の素晴らしさが僕はあると思います。まあ、この第1回の全日本ユースサッカーは、高校チーム、クラブチームと、まあ、一つの土俵でですね、はい、まあ、戦う大会なんですが、やはりそのいろいろな点でクラブチームから高校チームが学んだりですね、はい、あるいはその逆もあったり、そのこの年代でどんなことをしておくかというですね、はい、そういうその一つの、その勉強の場としてもこれからその位置づけられてくるんじゃないかという気もするんですけどね。そうなんですね、やはりチームもそうですけど、個人がですね、どれぐらいのものを持ってるかというですね、はい、そういうこう発揮する場っていうんですか、やはり表現する場としてですね、素晴らしい大会だと思うんですよね。残念ながらクラブチームがここまでは勝ち上がれませんでしたけど、クラブチームの中にもその個人的には素晴らしい選手が随分いますので、はい、
まあ、先ほど清子さんがおっしゃったその山田のようなそのプレーを見てですね、はい、その一つ の, そのイマジネーション豊かなサッカーができるようになるという。さあ七海からのボール、高尾に行った、また七海からこの8番の今ちょっと倒れましたが高尾に行きました。大丈夫みたいですね。大丈夫のようですね、はい、さあコーナーキック、梅原が蹴ります。左からのコーナーキック、今日これが前半試合が始まりまして3本目のコーナーキック。さあどこに合わせるか、山田のところに行きました。しかしクリア、山田ゴール前に梅原、習志野がですね、ここでもうほっとしないってことですね。今までずいぶん決定的な場面ありましたけど、はい、しのいできましたから。なるほど。さあコーナーキックは8番のタコが入れます。さあゴール前に山田、梅原、そして七海といます。さあどこが寄せるか、さあまだ清水商業のチャンスは続きますが、しかしボールを奪いました飯島がクリアします。清水商業再三のチャンスなんですが、中国さん、そうですね、はい、もうやはり集中してますね、ディフェンス、相手のディフェンスがですね、さあ梅原が1人に対してですね、はい、2人でも3人もやはり時間をかけるとすぐこう包囲網を敷きますんで、やはり習志野のディフェンスでしたらもう最高のディフェンスだと思いますね。はい、まあ、今のところその固いディフェンスに阻まれて清水商業もちょっとね、そうなんですね、普段のいわゆるその多彩な攻めというものができないでいる格好ですが、やっぱりそのチームにはリズムがあると思うんですよ。やはり清水の場合はその山田君なりその七海君なりがやはりそのチャンスを作っていくわけですけどね、はい、やはりそう作らされてるなという習志野の方にですね、はあはあ、もう上げるんだったら上げてみろというような感じの場面が随分ありますんでね、習志野としてはこう攻めさせてるという感じで自信持ってやってるんじゃないですか。残り前半あと6分になりました。フリーキックからのチャンス習志野、飯島のスローインです。清水ボールになります。3番の望月孝之、そしてスイーパーの笹川、13番の鈴木、もう一度鈴木、七海、今のようなところにもちょっと ね、コンビネーションがもう一歩というね、昨日と随分こう噛み合わせが違いますよね、はい、前半残りあと5分になりました。まだ両チームに得点がありません。さあ8番の杉田、森田、そして左に行って飯島、あっ高尾が行きますがキーパー出てきます。もう一つパスが思うようにつながりません。さあ習志野高校中央突破します。7番の森田、中村から前線に上がります。斉藤が行く、さあゴール前に新名飯島といます。センタリング、前半習志野高校が集
終始いい動きを見せまして、清水商業のその本来の分厚い攻めをもう一つ今日は出させておりません。守り、そして数少ないチャンスで相手陣内を伺います。さあ2番の加藤、ディフェンダーの加藤、そして中村、さあ加藤が上がっていく。このディフェンダーの加藤、清子さんもさっきお話になりましたが非常にいい動きだ見せてますね。そうなんですね、今、はい、ディフェンスばっかりじゃなくて、攻撃にも自信をもう持ち出したっていうところじゃないですかね、はい、つまりこういう攻撃が出てくるということはもう習志野高校としてはもう最高の状態だという、願ってもないわけですね、展開だと思いますね、まあ、本田先生もここまでやってくるとはちょっと思っていなかったんではなかったんですけど、まあ、とにかく加藤を山田にマークにつけてはみますがということでどれだけ守れるかと言っていたんですが、その加藤が攻撃にも参加しています今日の習志野高校です。さあ笛が鳴りまして、すでに前半残り3分を手元の時計で切っておりますが、フリーキックを得ました清水商業です。こういう時間帯なんですね、一番こう集中力を欠くというかですね、終わりの5分とかですね、そうですね、はい、さあゴール前に他校、そして山田も行きますが、どうやら他校を合わせたか。さあここからまだ清水商業チャンスが続いています。鈴木、さあ右を送りまして梅原、これかわして鈴木シュートを打ちましたがダメ。さあ山田、山田取りかわしたが、あーすごいいいディフェンスですね清子さん、ね、はい、さあもう一度左から攻めようという清水商業ですがキーパーに入りました。ピンチをしのぎます習志野高校です。すでに手元の時計で前半残りあと2分を切りました。私の高校としては記憶のさん、はい、このペースで行ってとにかく、ね、これを続けられるかどうかっていうのはまた一つ大きな問題があるんですね。これまた後半に入って、ね、はい、そうなんですね、どんなリズムがね、多分そのミーティングですね、清水の場合は、はい、相当その戦い方を変えてくると思うんです。さあ鈴木からのボール、七海小さく出した、さあ上げてタコ上にタップしてシュートは打てません。今のが素晴らしいこうディフェンスですね、清水ボールのスローインです。手元の時計では前半残りもう1分を切っています。第1回の全日本ユースサッカー選手権大会はこの夏の高校総体、そして去年のプレ大会を制しました清水市立商業が習志野高校の分厚い守りにその攻めを今のところ阻まれております。持ち行き近いから七海、さあここに梅原、そして山田がいます。さあ山田からのボール、上原がヘディングを合わせてシュート、鈴木のシュートはダメ、クリアしました。最後習志野高校、クリアしました。危なかった、こうして上げて、あ次の狙いがもう早いですね習志野の場合は、はい、ここで前半が終了しました。前半終わって両チームに得点がありません。第1回の全日本ユースサッカー選手権大会その決勝戦、夏の高校総体2連覇を果たしました静岡の清水市立商業、そして千葉県の習志野高校との対戦になっていますが、
まあ、前半が終わったところで横本さん、はい、まあ、非常にですねその習志野高校が立ち上がりからいい動きを見せて、そして清水商業にこう本来のペースの試合を今のところ、まあ、随所にはあるんですけれども、そうなんですね、もう少しこうピッキあの清水ペースになるかなというところで粘り強いディフェンスに阻まれているという展開ですね。そうなんですね、1人がこうやはりディフェンスしているときですね、その次の狙いがしっかりしてますね、はい、やはり20、30とやはりその守備網が引かれているということ で、 ですね、今の攻撃ではその清水はですね多分その習志野のゴールは割れないと思うんですよね。やはり取った後もっとこう早くですね前線につなぐというようなプレーが出てこないと清水としては相当苦戦を強いられるんじゃないんでしょうかね。なるほどね。まあ、決勝戦というのはとにかくやってみなければと言っていたその清水商業の大滝監督ですが、その辺どうでしょうか、その、緊張感とかですね、そういったそのメンタルな面で、はい、まあ、清水商業大舞台の経験は十分ですから、そういうことはないと思うんですよね、僕は今日一番言いたいのはやはり習志野のですね、このすごいこう粘っこいディフェンスというのはですね、ものすごく高く評価したいと思いますね、特に、なおその攻撃結びつけているというところですね、はい、ね、はい、特にその2番のサイドバックの加藤ですね、そうですね、はい、彼は相当な自信を今日つけていると思います ね、 ね、はい、相手はその山田君という超高 級、うん、高校級のプレイヤーですからね、彼にしたら今日のゲームはもう一生でものすごくインパクトになるようなゲームじゃないんでしょうか、ね、はい、さあその前半は習志野高校が、清水商業の攻撃を分厚い守りで今のところ抑えておりますが、後半、先ほども清水さんおっしゃいましたが、そのリズムがですね、はい、どうなってくるか、そのまま維持できるかどうか、はい、そうなんですね、そのサッカーの怖さっていうのはやはりあの45分やってその間にちょっとした休みがですね、あのチームのリズムを変えることがものすごくあるんですよね、はいはい、あれそのそこがやはり習志野高校としてはですね、このリズムをしっかり維持できるかどうかというところが一番ポイントだと思います、まあ、今両チームの選手がロッカールームに入りまして、まあ大滝、本田両監督それぞれ、指示が出ていると思いますが、その辺、どんな指示が出ているのかですね、後ほど秋山リポーターにも報告してもらうことにしておりますが、今年第1回の全日本のユースサッカーの選手権大会、まあ、ユース年代のサッカーをその高校とクラブチームを一つの、まあ、いわば土俵の上で行おうという大会でありますが、まあ、とにかくこれから横本さん、その日本のサッカー界がですね、はい、その世界のレベルを、まあ、目指していくという上でもですね、一つ の、 その大きな、力をですねこの大会でつけていく意味合いというのもあると思うんですけれども、あの北京ではまもなくそのアジア大会もですね、まあ、行われるわけですが、サッカーは日本がですね、サッカー競技の日程が昨日あの現地から NHK の方に入ってきたんですけれども、まあ、アジア大会では4グループ16チームが参加を予定しておりますが、日本は、イラン、香港、クウェートとのグループで、この4チームで26日にイラン、そして28日、9月の28日に香港、そして30日の日曜日にクウェートと、まあ、対戦しまして、まあ、上位の2チームが、まあ、ベスト8に進出するという形になっています。現状 の、 その日本のチームの力をご覧になってですね、はい、このグループ の、 その他の3チームとかご覧になって、はい、菊間さんどんな風に、そうなんですね、特に西アジアのイランとクウェートはですね、日本と同じかもしくはちょっとですね日本より高いレベルにあると思うんですよね、はい、しかしその大会自体はこの東アジア、中国で行われるということと、やはり日本はですねこの前のダイナスティで負けましたが、相当いいゲームをやってるんですよね、ですからこれが2番目のチャレンジとしてですね、ダイナスティの次のチャレンジとしてやはり自信をつけてもらいたい大会だという気がしますけど、はいはい、女子の方は27日に韓国、そして29日台湾、10月1日にタイと対戦が、という予定になっておりまして、まあ、10月の2日に準々決勝、そして決勝戦が10月の6日を予定しておりますが、まあ、あくまで昨日現地から入りました情報です、まあ、一部参加国の変更も出てくるかもしれませんが、まあ、そうしたその世界のレベルに対抗する力を日本がつけるためにもですね、どのようにそのユース年代から強化していくかということが、まあ、一つ の、 その日本のサッカー界の
まあ、課題とも言えると思いますが、その第1回を迎えました全日本ユースサッカーの選手権大会、その大会の意味合いなどにつきまして、放送席の方に日本サッカー協会専務理事の村田忠夫さんにお越しいただきましたので、まあ、いろいろとお話を伺ってまいりたいと思いますが、村田さん、よろしくお願いします。第1回の大会もこうしてまあ無事決勝戦まで来ましたけれども、この大会、まあ、実現した喜びというのもですね、大きいと思うんですけれども、そうですね、非常にいい大会を開催することができました。まあ、関係者として非常に喜んでおります。まあ、去年プレ大会で今年からその正式な大会になりました。高校生、まあ、いわゆる高校のチームとクラブチーム、それぞれこれまで別々に大会がずっとこう、まあ、現在もそうですし、行われているんです。それをこう一つにしようというですね、その一番の狙いというのはどの辺なんですか。これはですね、一つはですね、日本サッカー協会っていうのはですね、種別登録制っていうのを引いておりまして、まあ、この年代、いわゆる18歳以下の高校生対象というのは第2種ということになるわけで、はいはい、やはりこの第2種に登録した選手がですね、まあ、一つの場でまず戦えると、誰もが戦えるというのを作る必要があるわけですね。まあ、それがまあ一つ大きな目標にありまして、それからやはりこの高等学校のチームとやはりクラブのチーム、それぞれ特徴がありますから、はい、その両チームがですね、お互いに戦って、お互いのいいところをやはり学びながら、まあ、切磋琢磨して、技術並びに、試合のいろんな経験を積んでいるということが、まあ、非常にこのサッカーのレベルをですね、上げる上に非常に重要なことだと思って、まあ、こういう大会を企画したわけです。やはりそれぞれクラブと高校チームのサッカーの違いというのもあるでしょうか。そうですね、はい、まあ、ちょっと見てご覧になれば分かるかと思うんですが、はい、やはり学校のサッカーっていうのはもう本当に元気いっぱいと言いますか、要はその非常にハードに、まあ、戦っていく。一方クラブの方はですね、非常に、まあ、柔軟なと言いますか、テクニカルをですね、まあ、小さい時からそのテクニカルを重んじてやっておりますので、その辺がですね、学校のチームとちょっと違って非常に、まあ、柔軟な対応ができると。まあ、ただこの清水商業みたいにですね、清水の小さい時から、まあ、中学高校と、やってるところはですね、また全然違って、まあ、クラブの特徴のようなものもあるし、なるほどね、まあ、高等学校としてのいわゆるその学校のサッカーの特徴というのをよく身につけてると思います。いわばそういったそのシステムを、まあ、これからですね、その全国的にですね、その、まあ、広げていきたいというふうになると思いますが、その2年後にはそのプロリーグサッカーのですね、プロリーグ発足ということで、それに向けてもうすでに検討委員会も開かれておりますけれども、まあ、そういうそのいわゆるそのピラミッドの下からこうレベルをアップしていくという意味で、そのユースの将来のプロ予備軍というようなですね、そういったその位置づけで考えていく上でも、こういったその大会の意義がまあ大きいということになるんでしょうかね。そうですね、これから考えておりますプロのチームというのは、そのトップのチームだけじゃなくて、やはりファームチーム、それからユースのチーム、ジュニアユース、それから少年、はい、それぞれのチームを持って、まあ、面倒を見ていくということになっておりますので、そういう意味ではやっぱりこういう大会に、プロのいわゆるその予備軍的なですね、チームが出てくればですね、またこの大会のレベルも非常に変わってくるんじゃないかと思っております。ね、まあ、第1回は、16チームが、まあ、参加して行われてきたんですが、全体にこうご覧になって16チームの戦いぶり、これまでどういうふうに村さんはご覧になりましたでしょうか。そうですね、はい、まあ、昨年はですね、クラブのチームが1回戦で全部4つとも負けちゃったんですが、まあ、今年は3つ残ったというところでですね、はい、まあ、クラブの方も少し頑張りが出てきたかなという感じで、まあ特にこの残りました、まあ、清水と、はい、この習志野ですか、
これはなかなか非常にいいチームなんですね。あの技術並びにその体力ともにですね、やはりあの残った中でやはり一番いいチームじゃないかなという気がします。まあ、あの昨日の国見もなかなかよく戦いましたけど ね、やはりあの、はい、ベスト4の中に入るチームじゃないかという気がいたしますね。はい、ちなみにクラブチームで出場しておりますのが読売クラブ、日産 FC、 片野 FC、 三菱ヨアということになっておりますけれども、まあ、今後そのクラブチームもそのぜひその上の方にですね勝ち進んで、そして高校チームと決勝で顔を合わせるようなですねことにもなってほしいと思うんですけれども、将来その予選の段階から高校チーム、クラブチームが一つの大会で行う可能性を持つということもですね、今後やはりできてくるというのも一つの希望としてあるわけですね。あ、そうですね、はい、あのやはり各地方でですね、その高校とクラブと両一緒にした大会で、そのやっぱり一番強いところが出てくるというのが必要だと思います。はい、まあ、いずれにしましてもこの大会がその日本のユース年代のレベルアップにそのとにかく大きくこう貢献してほしいという感じがいたしますね。はい、そうですね。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。この第1回に正式に発足いたしました、全日本ユースサッカー選手権大会につきまして、日本サッカー協会専務理事の村田忠夫さんにお話を伺いました。さて、まもなく両チームの選手がまたこの競技場に出てまいりましたが、放送席、和田さん。はい、あのリポーターの秋山ですが、はいはい、このハーフタイムの間のですね、両チームの監督に話を聞きました。はい、まず清水商業の大滝監督なんですが、はい、なかなか本音を言わない監督さんで、通ってるんですけどもね、まず渋い表情で、昨日の今日ですから全く前半はダメですと、まあ、あの攻めも攻めきれず、ボールを持ってもすぐに打てないと、まあ、愚痴ばかり最初に出てきたんですよね。うん、とにかく流れを変えなくてはいけないと、まあ、暗にその習志野のペースで前半が終わったということを言ってましたけれどもね、うん、まあ、とにかく後半はミスのないようにということを伝えたいということです。まあ、ロッカーの中に入っても長くあのミーティングを行ってましたね。はい、それから習志野高校の本田監督なんですが、はい、こちらの方はやや表情明るめでしてね、いやこういう試合ができるんですねと、そうでしょうね、一言ありましたね。でとにかく守りはもう、はい、よくやってる、特に中盤もよくやってると、ただ交差しなくてはいけないという言い方をしまして、うん、特に守っていて1本あの前半の中でもありましたけれども、リズムのいい攻めがありましたよね。そういった攻めをねもっと多くしたいと。なるほどね。特に七海くんをマークしてるんで、はい、彼はいろんなその種類のボールを打ってくるんで、七海くんがまだ打たない分うちが攻めあの守りきってるんじゃないかという言い方をしてます ね。なるほどね。後半にかけてはサイドチェンジをもっと多くやっていきたいという話です。はいはい、秋山リポーターのそのハーフタイムの監督の指示についてリポートが入りました。まもなく後半がキックオフになります。今度は右から左に清水商業、そして左から右に習志野高校が攻めます。前半終わりましてまだ得点がありません。さあ今度は清水商業のキックオフで後半が始まりました。後半の45分、まあ記憶もさん、今のリポートにもありましたように大滝監督としてはとにかく流れを変えたいということなんですけれども、そうなんですね、はい、やはりボールをもうちょっと丁寧にですね中盤はつないでいきたいところでしょうけどね、もうちょっとなんですよね。本当のあの雑なところが目立ちましてね、今のもうちょっと相手に取られそうな分、こういうようなパスがですね、前半多かったんですよ ね。さあ梅原、まあ、こうしてウィングの梅原が持っていきますが、習志野ボールになります。清水商業としてはその流れを変えるために、もうちょっとですね、中盤であの確実にこうつなぐっていうことが大事だと思うんですね。中盤での確実なつなぎということになりますから、はいはい、まあ、習志野高校の本田監督のその表情、非常に明るかったという、まあ、これはもう、私どもが前半放送席で想像していた通りだったんですけど、そうなんですね、はい、ただもう少しその交差しろという指示を出していたという、やはり同サイドばかりじゃなくですね、はい、クロスにこう入っていってですね、相手の裏をつくような攻撃取った後、今この場面がそうだと思うんですけど、はい、今はですねクロスにこう上げてですね、早めにこう攻撃をしたところだったと思うんですけど、そういうことをこう言ってると思うんですけどね。さあインターセプトしまして大岩が上がっていきます。さあ右に打ってタコ、そして前線にこの
大岩が上がっていきました。さあ大岩に上げました。ヘディングが非常に強いこの大岩であります。鈴木、これはダメです。そして、まあ、後半果たしてその前半粘り強い守りを見せました習志野高校が、記憶もさん、はい、そのペースのままですね、この後半を行けるかどうかということもありますね。そうなんですね、はい、それを見るにはやはり立ち上がりのですね、10分ぐらいを見ればすぐこう分かると思うんですけど、はい、今のところ変わった様子はないと思いますね。佐藤から中央へ送りまして斉藤です。新明が行きます。さあ右サイドに出しまして7番の森田、11番新島、清水ボールです。まあ、今のように右のその斜めの大きなパスが出ても、はい、一気に習志野高校ガーッとこう上がるというような感じにはなりませんね。やはりディフェンスラインがそれだけ取られてますが、はい、ますんで、そう一気にという感じでいきませんので、はいはい、やはり中盤からですね、ハーフラインぐらいからやはりああいうような狙いを持ってやったら、ね、なるほどね、フォローも、もうちょっとできると思うんですけどね。さあ清水商業チャンス、梅原から加工へのパスは切られました。そして、まあ、その、ベンチ情報にもありましたけれども、その七海がですね非常に今日はマークしているということなんですね。やはりあの、ね、清水さんおっしゃった、はい、その山田と言いますが、はい、その陰に隠れがちな七海のプレーというもの、その怖さというものを習志野高校十分に意識しているということなんです ね。 そうなんですね。彼のパスはやはり山田君が拾って持っていくとかです、ね、はい、他の選手が持っていくとか、彼のプレーで随分そのチームのリズムを作っていると思うんですよね、はい、このチームは。さあその七海に、はい、そういう意味でやはり、はい、山田です。これは、はい、七海君はやはり、あの注意しているというところだと思うんですね、はい、これがその七海。大滝監督この表情ですが、ちょっと渋すぎるですね。こういう顔は久しぶりに私も見ますけど大滝監督ですね、はいはい、非常にその陽気な監督さんであります大滝正義監督、清水商業から拓大に進みました。そして昭和49年からこの清水商業のチームを率いております。全国選手権、そして高校総体それぞれ2回ずつ優勝しています。さあ新明からのセンタリングですが、清水ボールです。まあ、今のが習志野のこう狙い目だと思うんですよね。あ、今のは新明が持っていって、そうなんですね、はい、流れたところにその中にですね、やはりもう一人のストライカーの飯島君が飛び込むというような形を、そう多くは作れないと思いますけど、はい、何度か作ってもらいたいと思いますね。今からおしずき茂吉から七海、さあここからまた攻撃を組み立てます清水商業。右に送りまして山田、さあ山田が抜いていく、さあゴール前、ヘディングシュートは合いません。ゴール前に3人いました清水商業。前半が後半が始まってすでに6分になろうというところですが、清雲さん、はい、後半に入ってもどうやら今のところ習志野高校のその守備、そうなんですね、はい、まだ崩れる気配はありませんね。そうですね、これは、はい、非常に手堅い守備を見せています習志野高校の本田雄一郎監督。市原緑高校からこの習志野高校にやってきて4年になります。昭和42年と47年に高校選手権、正月の、選手権に2回優勝しております習志野高校ですが、この本田雄一郎監督が率いてから高校総体2回出場を果たしておりますが、このセンタリングは清水商業持ち抜きがクリアしました。
さあ神妙が持って、さあ狙っていったが、ボイスキャッチしました。あ、神妙の今のプレーなど見ておりましても、なんか伸び伸びとね、やってる感じがしますね。こうして一人外しておいて、ここから回すっていうのは大変な力なんですけどね、よくあそこまでこう回せましたね今。そしてあのゴールのバーの近くを狙っていったというね、さあ並みシュート入らない。まだあまりその並みに打たれていなかったということですが、その並みが何か牙をちょっとのぞかせたというようなね、今のケアしないとっていうところでしょうね、習志野としては。はい、習志野としてはやっとしました。まあ、ボールを回してそのパスを送るというプレーもさることながら、シュート力もね、そうなんですね、はい、並みにはあります。7番の並み、金商業。さあ飯島が小さく浮かして飯島、中村突破した、シュート、出ました、習志野惜しい、惜しかったですね。そうなんですね、今も、まあ、お互いいい攻防だったんですけどね、習志野特に。さあここでメンバーチェンジがあります。清水商業は9番の梅原に変えまして11番をつけました。沖津が出てきました。1年生のウィングの沖津が出てきました。昨日も後半途中から出場しました。この沖津、まあ、昨日はこの上原に代わって出た沖津が非常に短い時間でまたベンチに下がってしまったんですが、そうなんですね、その辺もうちょっと見たかったんですけどね、習志野いい形になってるが、まあ、その辺聞きましたところ、そのやはり非常にいい素質を持った選手なんだけれども、なんといっても1年生で、はい、こういった大試合ではその見ていて、まあ、過度の緊張していたようだったので、下げたというふうに、ね、言って、おいででした大滝監督ですけれどもね。昨日とまた違う場面でこう出てきましたが、はい、今日ちょっと長い時間使ってもらいたいと思いますね、はい、1年生となるとやはり体力的にもですね、ちょっと3年生と違いますし、はい、そういう部分もですね、あの考慮して見てほしいという気がします。非常にスピードもあります沖津がメンバーチェンジで入っています。清水商業です。さあ鈴木から前線に出します。山田の前、手前に田甲がいました。そして田甲から山田、ゴール前に変わったばかりの沖津、七海といます。さあセンタリング、沖津、さあシュート、上げた、シュート、ダメ、クリアした、習志野クリア、森田クリアしました、よく守りました。しかしまだ清水のチャンスが続きます。あっと、山田がファウルに遭いました。ペナルティーエリアの、さあこの山田からのボール跳ね返って、そしてこの後小さく浮かせるんですね。そうなんですね、タコが行きましたが、すごい攻防ですね、やっぱりサッカーのこう醍醐味をですね、さあしかしその山田がファウルに遭いまして、ここでフリーキックを得ました。清水商業選手得点のチャンスを迎えました。山田、そして七海と、七海が蹴った、低いボールを送った、シュート、竹内掴みました。いやー本当に後半に入りまして全く目が離さなくなってきましたね。素晴らしいゲームになってますね、これ。後半開始10分が過ぎました。習志野高校が高校総体の2連覇を達成しているその清水商業に互角の戦い。さあ打ってみてた、1年生の沖津、さあ沖津、習志野ボール、
10番の中村が持っています。そして左に振りまして飯島、トライカー飯島、杉田、さあ飯島と新名と上がっていきますが、さあ抜いていった、クリアします清水商業。水ボールです。まだ両チームに得点がありません。第1回の全日本ユースサッカー選手権大会の決勝戦、清水市立商業と習志野高校、その習志野高校が前半から分厚い守りで清水商業の攻撃にペースを切らせません。さあ沖津が突破を図りましたがダメ、七海、さあゴール前にタコがいます、クリアします。習志野高校の佐藤がクリア、さあ10番の中村が持って上がります習志野高校です。ゴール前に2人行きます、新名飯島、さあゴール前に9番の飯島、センタリングがクリア、清水ボールに変わりました。清水がチャンスを迎えかけますがスローインに変わりました。キーパーからの長いボール、それがディフェンスラインのちょっと裏に回る格好になりました。大岩が入れます、七海、カゴの前に出した、カゴ起きて、こぼれたところ高尾が打って、オキスが打っていきました。はい、彼は今はシュート失敗しましたけど、ああいうところに出ていけるというですね、目っていうんですか、狙い目がある。これでね、タコがヘディングで落として、なるほどね。そういったその動きができるというところ。そうなんですね、はい。そういう目は誰でも持ってるわけじゃなくてですね、やはり、まあ、今1年生なんで、あの多めに見てるわけではありませんけど、やはり彼みたいなものをあの持ってるものを伸ばしてやってもらいたいなという気がします。やはりそのプレーの流れ、その各選手の動きを見ながら、そうなんですね、はい、そこにこう確実に対応していける、はい、ということがですね、はいはい、さあここから出ますとチャンスになります。飯島、飯島が持っていく、さあ全然ヒーが上がっていく、ゴールキックです。清水の方のディフェンスを全然いってませんけどね、なかなかやっぱりしっかり守ってますよね、清水の方も。特にあの薩川君を中心に、まあ、大岩君なんかも随分いいディフェンスをしてますので、はいはい、そこで習志野高校も時折いい形の攻めが見せるんですが、はい、その先がこうもう一つ攻め上がる感じになりますね。まあ、去年の三冠を達成しましたそのチームに比べまして、ややそのディフェンス力が弱いかなという今年の清水商業についての大滝監督のこれは自己評価でありますが、さあ大岩、大岩がここで上がっている、タコが打てるか、大岩シュートはダメ、タコからのボール大岩が打っていきましたがまた外れました。オーバーラップしていました清水商業の大岩、このプレーです。
そして他校がからのそのこぼれ球を、そうなんですね、難しいシュートなんですよね、今のあのなんていうんでしょう、体の切り返しが早いですね、全く逆あの180度、そうですよね、というシュートですから、はい、惜しくもバーの上でした。前半後半これが4本目のシュートでした。清水商業、清水商業は前半9本のシュート、そして後半に入って4本のシュートです。習志野高校は前半が3本、そして後半に入ってはまだ1本です。さあ沖津が持って突破していきますが、これ笛が鳴りました。引っ掛けられましてフリーキックを得ます。2つ目のフリーキックです。清水商業まだ得点がありません。両チーム非常にいい角度です。7番の奈良が蹴ります。これはちょっと注意しないとですね、習志野としては。タコを取りますが逆サイドに出した山田、今のはこの山田に合わせていくという、そうなんですね、はい、それを折り返してあの詰めようという狙いでしたけど、はい、ちょっと、あの角度浅く入りました ね、 タコを置きつと折りましたが、そこにはボールは行きませんでした。後半2本目のフリーキックは得点になりません。まあ、こうなってきますと、とにかく1点というものがね、そうなんですね、はい、非常に大きな意味を持ってまいりますが、ところにこう、興味がこう変わってきましたけど、はい、まあ、戦前の予想では清水商業 の、 その攻撃力に対してどこまでその防御がですね、そうなんですね、いけるかということがありました。その守りが非常に素晴らしかったということもありまして、0対0のまま後半まもなく19分になろうというところです。さあまた1年生の沖津が持って上がっていきます。ゴール前にタコが行きます。七海が取りに行く。さあ七海、さあゴール前にタコがいますが、そこへ出せるか、クリアします。しかし鈴木が取りました。あ、インターセプト、中村がいや、インターセプトされました。清水ボール、2人倒れまして、こちらは清水商業の大岩でしょうか ね、はい、大岩が倒れました。ちょっとここで試合が止まりました。さっきも彼がそうです、ね、チャンスを作ってきましたけど、はい、今じりじりしてるわけですね、はいはい、清水としてはどうにかしてこう点を取りたいと、まあ、彼がその現れっていうか、もうすぐ次に行こうというか、今足を払われましたけど、はい、そのプレーをちょっと見てみましょう。大岩がこうして、あ、この足を払われまして倒れ込んでいましたが、立ち上がりましたね。大丈夫ですね、はい、どうやら大丈夫のようです。今チームドクターも走っていきましたが、さあ大岩は戦列に復帰です。さあこの位置からのフリーキック、七海直接狙った、後半20分が過ぎました。残りあと25分になってきました。これは相手に当たりましたのでコーナーキックになります。ゴール前からの七海のフリーキックが相手に当たりまして、後半はこれが初めてのコーナーキックになります。清水商業です。さあ清水商業は山田、そしてその後ろ沖津、ヘディングシュート、入りました。1年生の沖津ヘディングシュート決まりました。後半途中から入りました1年生のウィングの沖津、見事なヘディングシュート。後半21分、清水商業が先制しました。さあその1点です。七海の上げたボール、素晴らしいボールですね、上げたボールも素晴らしい、そしてここね、そうなんですね、はい、ワンバウンドで、そしてゴールギリギリスレスレのところでかわせきれませんでした。ディフェンダー習志野、さあ1点がようやく入りました。その1点が清水商業が取りました。さあ習志野が相手ゴール前でチャンスを迎えようというところ、中村が打っていきますがダメ、
清久保さん、はい、その1点が重くなってきた試合ですねと言っていたんですが、その1点清水商業が取りました。そうなんですね、はい、これでやはり清水が自分のペースに戻すと思いますけど、やはり今七海君の蹴ったボールですね、それを決めたあの1年生、昨日はちょっと何もできなかったと、はいはい、あの大谷監督言ってますけど、彼なんかを使ってですね、こう自信を持たせて、また清水としてはチーム層がですね熱くなってくるという感じしますね。なるほど、そしてその1点を取ったところで、その清水商業の動きがね、そうですね、はい、変わってくると思いますね、はい、さあ七海、七海が打っていったキャッチします。今日は山田君の出番より、七海君の出番の方が多いですね。一方のその習志野高校の方ですが、1点が取られましたが、しかし相変わらずその粘り強い守りを見せてほしいところですね。はい、七海が、山田が突破を図りましたが、まだ1点というのは何があるか分かりませんから、はい、もう絶対諦めて欲しくないという気がします、はい、残りまだあと22分あります。鈴木、鈴木が中央から上がります。七海へのパスは通りません。飯島が懸命に行きますが、清水ボールになります。清水商業ボールになります。今日はこの国立西ヶ丘サッカー場で行われていますが、スタンドには習志野、そして地元清水からもたくさんの応援団、時折清翔清翔とき応援が聞こえますが、それは地元で清水市立商業を清翔と呼んでいるため、まあ、その清翔清翔というそのコールにも応援を受けました。その清水市立商業が後半の21分に右サイドからのコーナーキックを1年生のウイングの沖津が見事ヘディングシュートで決めまして、1点を挙げております。さあ沖津が両手を広げてボールを要求していきましたが、まあ、この辺り見ておりましても、非常にその沖津が、まあ、点を取って、まあ、当然と思いますが、非常に乗ってる感じがしますよね。そうなんですね、一度いい仕事をするとですね、やはりそのゲームは、まあ、ずっといいということが随分ありますけど、はい、彼なんかはまあ途中から出ていてですね、まあ、そういうこと仕事をしたわけですから、まあ、相当いつボールが来てもですね、何でもやってるという気が今してるんじゃないでしょうか、ね、さあ中村からのパスですがオフサイド。まあ、習志野高校としてはとにかく1点取られても、そのこれまでの粘り強い守り、そして攻め方としてもこれまで通りということを、そうなんですね、はい、今までやってきたことをこう崩さないということはやっぱり、そのチームとしても自信になると思うんですよね、はい、まあ、1点は取られてますけど、清水商業は望月近幸が入れました。中盤をボールをキープした清水商業、上がっていこうというところですが、沖津倒れる。さあ習志野チャンス、さあシュートは、新名のシュートは倒れましたが、しかし笛は吹かれません。今素晴らしいでも突破でしたね、はい、
らしい突破力を見せました習志野高校の新庄。さあ並みが取った。さあゴール前に加工がいます。そして逆サイドに山下加工シュート。クリアしました。ナイスクリアですね。加工クリア。危なかった習志野。しかしコーナーキックになります。この並みが、はい、正面からのシュートよくクリアしました、ね、今のが加藤だったですかね。はい、さあ、ね、コーナーキック、ね、さあ先ほどと同じ並みが蹴ります。右のコーナー、先ほどこの右コーナーキックから1年生の沖津のヘディングシュートが決まっています。さあ上げた。また沖津のところ出した。あっと、しかしゴールキックに変わってしまいました。選手が1人倒れています。習志野高校の選手がゴールの脇、ゴールラインの外で今倒れていますが、小室コーチが行きました。ちょっと前のプレーですね。コーナーキックなる前のプレーですね。あ、なるほど、はい、七海からその他校がシュートを打ちましたが、あの時のプレーですかね。あの時のプレーですね、はい。鈴木からまた清水商業が前線を狙います。山田、山田が1人かわした。さあゴール前に2人、タコ、そしてロキツ、センタリングはダメ、しかしコーナー、コーナーキックになります。後半これが3本目のコーナーキック。習志野高校まだ選手が1人倒れています。そうですね、ちょっと足をつっているような感じですけど、はい、はあはあ、はい、相当ディフェンスに強いられてましたから、さあ並みがまた蹴ります。1回2回と沖津に並みが合わせてきましたが、そうなんですね、はい、もう一度多分合わせてくると思うんですけど、はい、さあ沖津に合わせた。今度はちょっと合いませんでした。今でも決定的な場面ですね。習志野高校のストッパーの斉藤が倒れていまして、かなり随分頑張ってましたからね、はい、ちょっと足を引きずっていますが、今日は習志野高校のこの斉藤、そして加藤、そうなんですね、河合といったね、ディフェンス陣がとにかくこのゲームを頑張ってますね、はい、まだまだでもチャンスありますから、はい、習志野としてはですね、しっかり守ってカウンターというのを狙ってほしいと思います ね、はい、ね、残りあと15分になりました。その習志野高校のディフェンスの粘り強い守りがありまして、前半は0対0、後半に入っても習志野高校その前半のリズムを保ち続けていましたが、清水商業がコーナーキックからの得点で先取得点を挙げています。1対0とリードしています。そのゴールを決めましたその11番の沖津が今持ってチャンスを迎えようというところ、ゴール前、さあこぼれ球だが、タコ打たせません。佐藤が出てきました。ああいう狙い目がですね、習志野の場合いいですよね。次にセット後の次のそのディフェンスの対処の仕方が、なるほどね、みんなこう分かってる、次の狙いをしていこうっていうのがですね、今日は大したもんだと思うんですけど、はい、そのいわゆるこぼれたところをですね、はい、きちっとそのまあ、そうですね、はい、処理していますね、このシュートはちょっと弱かった。望月です。一度ここで戦列に復帰しましたその3番の斉藤ですが、今、習志野ゴールのところで一旦、外に出まして、また中に入ってきましたが、ちょっと痛そうですね。足をすってますね、いい守りを見せているだけに習志野高校にとってはちょっと心配ですが、そうですね、彼なんか抜けるとちょっと痛いみたいですか、さあ小林からのボール、6番の佐藤が行きます。習志野にファール。
まだ清水としてもこれが本来の力ではないと思うんですよね。それは出させてもらえないという習志野のまだ守備がまだしっかりしているという感じに私しますけどね。一方の習志野高校も後半に入ってもう一つその決定的な形というのは作れないですね。このチャンスは作れなくなっているというのはその守りに 5,6 人やっぱり割いているというところもあると思うんですけど、はい、さあゴールキックからのボール競り合いまして10番の山田が持って今一旦後ろに返したところ、そして6番の望月重義、七海、そして5番の大岩です。さあ奥津からタコヘディングでクリアします。望月、そして七海、よく守ります習志野。ああ今のも小西がクリアしました。これは清水商業に反則がありまして習志野ボール。さあここからの速い展開を狙いたい森田からのボール、中村が持って、そしてあっとしかしオフサイド。清水商業、他校から七海、そして右サイド、よく見えてますね、はい、その山田にボールが行きます。さあ他校、そして大吉のところしかしよくクリアしました。よく守りますね。そうですね、はい、ボールは決して悪いんじゃないんですよね、足の狙いもしっかりしてるからですね、はい、流しの場合。なるほどね。さあ山田シュート、バーに当たって跳ね返った大吉。さすがにシュート力、ね、素晴らしいものがありますね今の山田、はい、さあ習志野、ま、ボールがぐーっと前線に出ていきましてもやはり中盤に選手が多いですからね。そうなんですね、山田君とか七海君というのはやはりユースの代表でもあるしですね、はい、日本もこれから沿って立つようなやはり選手に私はなっていくんじゃないかと思いますけど、ね、さあ七海、また七海が持っていきますがよく相手の動きを見ています習志野。今のは4番の河合、ここで選手が交代します。習志野高校の方2人変わります。いっぺんに2人変わりますね、はい、18番の坂口、そして16番の島田が入ります。まあ、この島田は途中からミドフィールダーの杉田に変わって、そして坂口が加藤に変わってという形が多いんですが、今日は3番の斉藤に変わりました。あ、そして18番の坂口が入りました。そして11番の飯島に代わりまして16番の島田が入っております。あっとここで今、場内のお客さんから笑いが起こったのは11番とその交代選手は出ているのを見まして、ね、清水商業の興津が間違えて自分がその出てきてしまいましたので、それで今ドッとこの西川岡が湧いたところでありますが、今日は変えないでしょう彼は、はい、さあいいプレーしてますから、先ほどその足を痛めましたのでこれは記憶無さん斉藤が下がりましたが、はい、そして飯島に変わりまして島田が入っています。そうなんですね、これ一人ディフェンスラインが変わったということで、チームが変わるということはないと思うんですよね、はいはい、私の場合は、はい、今みんながですね一生懸命次の狙いを持ってやってますんで、うん、なるほど、組織としてその守りができているということですね、さあ大岩、さあディフェンスの大岩、ディフェンダーの大岩がオーバーラップ、さあ中央に上がる、タコが待っています。さあ山田にパスは、しかし狙いは良かったんですが通りません。代わりに入った島田が持っていきます。しかしあの辺のその攻め方というのはやはり清水商業らしさというのが出ましたね。そうですね、ちょっと片鱗を見せたというところですけど、残り10分を切っています。
第1回の全日本ユースサッカーの決勝戦は後半に入りまして、コーナーキックから清水商業の興津のヘディングシュートで1対0と清水商業がリードする展開。高校はストライカーの飯島に変えまして島田を送りましたが、その島田は鹿児島実業戦では決勝のシュートを決めてるんですね。そうなんですね、はい。まあ、今日は清水商業が選手の交代が成功して1点を取っています、はい。習志野高校の選手交代が果たしてそのどう出ますか。興津が行きます。残りあと手元の時計で7分と残り時間が徐々に少なくなってきています。清水ボール、今の時間帯が一番苦しいんですね。お互いにどちらにとっても、勝ってる方にとってはもっと苦しいと私は思いますけどね。勝ってる方が苦しいですか。そうなんですね。1対0で勝ってる方がですね。さあ、その辺清水商業相手陣内で攻撃を展開しています。大岩からのボールを鈴木が今ドリブルでつないでいます。ちょっとこれは深すぎましたが、七海、さあ小さく出して興津、興津から前線へ、まあ、後半1点が入った後徐々にいろんなことをやるようになってきました清水商業ですが、こちらは習志野ベンチ、本田雄一郎監督。ちょっと両チームの動きが停滞気味になりましたが、また興津が持って一人でドリブルで抜いて上がっていきます。非常に突破力もあります興津。さあ習志野ボールです。さあここから残り時間も徐々に少なくなってきましたので攻撃を仕掛けたいところですが、ここでメンバーが変わります。清水商業です。11番のまた昨日と同じような興津をここで下げますね。今日、先制のゴールを決めているその興津、大きな拍手で迎えられましたが、それに代わりまして12番の川口が入りました。この川口2年生さあ残りあと5分になりました。昨日も途中から出場しましたが、川口監督、失礼、大滝監督によりますと、この川口選手今絶好調だということなんですね。はい、それで昨日も変えてきましたね。そうですね。ここで興津に変えて川口を2年生を入れました。さあ残りが少なくなってきましたので、この辺大事に攻めていきたいところですね。習志野高校ボールは清水ボールになっています。そうですね、1人倒れてますけど、今、習志野高校の選手が向こう側のタッチラインの外で1人また倒れました。この人、9番の新名ですね、はい、彼が欠けると痛いでしょうね。ちょっと痛いですね、はい。残りとにかくもう4分を切っています。もう2人変えちゃってますか、はい。さあ、七海から山田が1人壊した。さあ、川口がその後ろ、加工ヘディングシュートは大きすぎました。ゴールキックに変わります。この大会7点のゴールを決めています。タコ今日もこのタコがよくゴール前で相手ディフェンスを脅かしていますが、シュートはちょっと大きすぎました。今日は
山田多幸、そして何といってもその七海の動きが非常にいい清水商業です。さあその七海から多幸、そして変わった川口、さあ空振りだった、多幸が行きますがクリアします、川井がクリアしました。あっとここで倒れた習志野高校がまた一人倒れました。先ほどタッチラインの向こうで倒れていた選手はプレーに復帰しています。あっと参加が出ますね。ディフェンスの小西くんですか。5番の小西。スイーパーの小西がここで倒れました。大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい、はい。参加には、まあ、いわば見向きもしないといったファイトを見せました、拍手が湧きました。十分貢献してますよ、はい、ディフェンスにこのチームの。これでやられましたね、はいはい、さあ清水商業がチャンスを迎えています。左サイド山田、さあ上げた川口、ヘディングで落とした、タコシュートは打てません、後ろからシュート決まりました。よしよ清水商業2点目を挙げました。望月重吉が決めました、はい、2点目、清水市立商業後半残りあと2分を切っていますが、逆サイドに出してそしてこうして落とした後望月が出てきてシュート、はい、これは素晴らしいシュートですね、はい、グランダーの素晴らしいシュートが決まりまして2点目。さあもう残り時間が手元の時計では1分少々になってきました。立ち上がりから清水商業を苦しめてきました今日の習志野高校。終了間際になりまして大きな2点目を取りました清水商業です。手元の時計はもう残りあと1分を切っています。山田が突破を図ります。2サイドゴール前に川口、そして多幸と言います。さあ山田が上げて、さあ多幸がいた、ヘディングでいったか、ヘディングでかわしました。さあ七海、七海から川口、川口かわした、かわしきれません。さあ習志野ボールのスローインと変わります。第1回の高校とクラブチームとが同じ大会で争います全日本ユースサッカー選手権大会の決勝戦、その第1回のチャンピオン、そのチャンピオンを目指しまして清水商業が2対0と習志野高校を終了間際リードしています。もう手元の時計は45分を過ぎました。すでにロスタイムに入りました。すでにロスタイムに入っています。大岩、七海、6番の佐藤、さあ習志野高校9番の新宮のぞみをつなげたいところ、レフェリーの菊池さんがまた時計を見ました。すでにロスタイムに入っています。第1回全日本ユースサッカー選手権大会、素晴らしいパスですね今のは、はい、あ山田のパスですね、はい、さあその七海から山田に渡りました。七海がえぐる、さあここからセンタリング、ヘディングでクリアします。初代全日本ユースサッカー選手権大会の初代チャンピオンの優勝を目前に控えています清水商業。ここでレフェリーの菊池さんの笛が鳴りました。試合終了、記念すべき第1回の全日本ユースサッカー選手権大会初代チャンピオンは静岡県の清水市立商業高校が優勝しました。善戦しました千葉県の習志野市立習志野高校を2対0で下しました。清水商業は去年のプレ大会の優勝に続いて第1回の正式大会でもチャンピオンになりました。キャプテンの山田、横浜
守ったキーパーの大石。放送席、はい、それでは清水商業の大滝監督にお話を伺います。優勝おめでとうございます。 ありがとうございます、決勝戦非常に、旗から見てても苦しいゲームじゃなかったかと思うんですけども、いかがですか。そうですね、昨日の国見とのゲームで、まあ、うちとしてはコンディション的にもあそこがピークだったもんですからね、それの翌日でしかも夜が昼間になってるっていう日程的な問題でだいぶボケがありましたね。だから前半まああんなもんじゃないかなと思ってます。攻めてはいるんですけども、なかなかそのゴールがなりませんでね、じりじりしたところはありませんでした。いや、先ほど言いましたように、ただ向こう行ってるだけですからね、自分らのゴールでやってないで相手のゴールでやったっていうだけですから、そんな、まあ行ってるだけだなっていうことで、まあ後半勝負ですからね。後半にかけてはどういった指示を与えられたんですか。いや、もうこちらとしては全然できてない話ですね。やはり外から山田が来てくっていうことだけですね。メンバーチェンジして興津くんがいいところでやりましたね。静岡県の予選の時にも、はい、あの子が1点取ってるもんですね。まあ昨日ちょっとあの子入れて国見の速さにやられちゃったんだけども、そこで心配したんですけども、まあよく期待に応えてくれましたね。まあ、監督さん自身メンバーチェンジをどうやるかと後半に向けて一言おっしゃってましたけれども、見事に当たったんじゃないですか。そうですね、よくあそこで、まあ、うまくいきすぎちゃったんですね。何か層の厚さみたいなものを感じたんですけれども。いや、そうでもないです。たまたまですね。これで勝ってですね、まあ、今後また弾みがつくと思いますが、そのあたりいかがですか。いや、もう一回一から出直しですからね、静岡の場合は、はい、しっかり締め直してもう一回こういうゲームやっちゃいけないですから、基本に忠実にやりたいですね。もう一回締め直すということですね。はい、はい、そうですね。本当にどうもおめでとうございました。どうもありがとうございます。優勝しました清水商業の大滝監督にお話を伺いました。放送席どうぞ。はい、秋山アナウンサーのインタビューでしたが、まあ、こういうゲームをやっちゃいけませんからというですね、清水商業の大滝監督のお話がありましたが、まあ、まあ、普段からそうですね、大滝監督その勝っても、喜びをこう前面に表すようなことはされない方なんですけれども、まあ、前半の清水さん動き見てますと確かにそのそ、ね、今の表情もうなずけますよね。特に清水が悪かったというよりはですね、七島のディフェンスが良かったという方を僕は押したいんですけど、はい、特に本当にそれはもう後半に入ってもそうでしたし、そうなんですね、まあ、習志野高校敗れはしましたけれども、これで清水商業のその攻撃力をここまで苦しめたというのは、ものすごく自信にしてほしいと思いますね。はい、まあ、勝利に負けましたけど、やはりあれだけのこう次を狙える目っていうんですか、ディフェンスに対してですね、はいはい、それは十分こう証明できたわけですから、そうですね、自信にしてほしいと思いますね。まあ、この後その高校選手権を目指してのですね、はい、その時期にいよいよシーズンに入ってくるわけですけれども、はい、習志野高校に対しては、まあ、その辺大きな期待を持っていいと思いますよ ね、 持っていいと思いますね。はい、ディフェンスばかりじゃなくてですね、その後の攻撃もですね、何回かチャンスがありましたんで、はい、さあ今閉会式、第1回記念すべき大会に見事優勝を果たしました清水市立商業の主将山田隆弘主将に表彰状が手渡されました。夏の総体から怪我に苦しんで、それでも1試合たりともその自分のチームの、勝利というものを忘れませんでした。その山田、その全日本ユースでも大活躍しました。そしてゴールキーパーの大石高也に今トロフィーが渡されました。まあ、清水はですね、攻撃の方ばっかり言われますけど、やはりディフェンスラインもですねしっかりしてますし、はい、まあ、習志野と同じぐらいですね、まあ、ディフェンスラインもしっかり整備されたチームですね。なるほどね。まあ、昨日の準決勝ではちょっとそのディフェンスラインのですね、はい、大きくこう振られたというような場面もありましたけれども、今日は習志野高校の攻撃をよく抑えてますね。ほとんどですね、攻めてる時っていうのはカウンターで大ピンチがあるわけですけど、今日はそれを最小限に抑えてですね、最後最後に粘りがあったというところに持っていったのは、やはりディフェンス力も評価しなきゃいけないと思いますね。なるほどね。まあ、その辺、まあ、非常にこのサッカーというのは攻撃力、攻撃の後すぐにこう守備に切り替わるというですね、攻守の、その交代が非常に早い、まあ、競技でもありますし、
両面兼ね備えたチームだけが勝ってこられるということになりますね。今習志野高校の中村に準優勝の表情が手渡されました。そして今優勝の清水市立商業メダルの11にメダルが渡されております。まあ、それにしましても清久保さん、はい、これで清水商業は去年正月そして夏の総体、プレ大会の全日本ユース、そして今年は総体とこの、第1回の正式なユースサッカーの選手権大会で、勝ちまして3大タイトルを2年間で5回取ったという形になりました。たった3年の間にですね、3年間1年2年3年生の間にですね、これだけ その人が入れ替わるわけですよね。まあ、そういう感じの中ですね、次がこう出てくる土壌っていうのはですね、やっぱり清水には合うという気がしますね。まあ、小学生から、ね、はい、監督が言ってましたけど、静岡を勝ち抜けないと上に行けないという厳しい状況の中 で、まあ、この後また選手権を目指す戦いに清水市立商業も入ってくるわけですが、まあ、全国優勝をしてもおかしくないと言いますか、その全国トップレベルのチームが見えてますからね。そうなんですね。清水東、そして東海第一高、藤枝東、伝統校もありますよね。そうなんですね。まあ、そういう中でその勝つという、まあ、並大抵のことではその勝ち抜いてこられないと思いますが、その辺その大きな試合で勝負に勝てるというその勝負強さを、まあ、必然的にこの身につけてくるということになりますが、放送席和田さん、はい、敗れました、はい、習志野高校の本田監督なんですが、はいはい、一言ですね、後半はやはり力の差が出ましたということですね。まあ、前半は非常に良かったんですけども、守りですね、まあ、守りに入りすぎた面が出てしまったのではないかと。ただ決勝でこれだけ力を発揮できたんだから、まあ、チームとしては非常に自信がつきましたと、まあ、敗れましたけれども淡々と話していました。はい、秋山アナウンサーの本田監督の談話を聞こうとしてもらいましたが、それではここで今日は後半に入って選手点が入りました清水商業のその1点目を VTR でここで振り返ってみたいと思います。これまで0対0で右のコーナーキックから七海が上げて、そして変わったばかりの1年生のウィングの沖津、この人、ヘディングシュート見事に決めました。その沖津のシュートも見事でしたし、それから七海のボールも非常に良かった、素晴らしかったですね、